皆さんこんにちはセレ英語ソリューションス講師の田中由美です、えー、こちらの動画では先日行われました今年度第2回の英検1級一時試験の大問と2番と3番についてその感想などをお話してまいりたいと思いますどうぞよろしくお願いしますはい大問の2番空所補充問題それから大問の3番内容一致問題 ですけれどもまあ、全体から言えば、えー、通常のレベルだったかな難易度も普通レベルそして傾向としても特に、えー、変わったところは見られなかったと思いますですから第一印象としてはさすが英研一級の、ね、読解問題というのは安定して、えー、安定した出題になっているなというのが感想ですねそれからまた相変わらず面白い内容だなとすごく興味深いそれからいろんな分野から出題されていたというのも良かったと思います はい、それでは最初から、えー、簡単に見ていきましょうね。えー、また一つずつの問題についての,あの詳しい解説というのは別の動画で撮りますのでね、もしよろしければそちらの方をご覧ください。えー、こちらの動画では感想のみですね。はい、第問2番ですね、空襲補充問題の1題目。 問題冊子だと6ページになりますけれども、スパイダーサーバイバーですね、雲の、ね、擬態の話なんですけど、これはすごく面白かったですね。えー、私は今回の一番のお気に入りですね、えー、面白かったです。これまでもなんか生物の話の、えー、変わった、誰も知らないような、ね、話が、えー、出題されていて、以前にはあのゴキブリの話が、ね、あって、あれもすごく面白かったんですが、まあ、今回のも、ねえー、面白かったですね、雲なんだけどね、アリのような、えー、擬態をするというような話。 はいですけれども、えー、問題としてはかなり優しかったんじゃないでしょうかね。最近は空襲補充問題、優しい傾向ではありますがこ、これは特に優しかったような感じがします。26、27、28、どれも、えー、すぐに選べる、まあ4分ぐらいとかでね解ける問題、解けましたね。はいそそれれからそれに比べると次の 7ページの方ですね。バ a l u e i ンディ e カーナミですね。戦争が経済にどんな影響を与えるかという話ですけれども、まあ、比較するとこちらの方が少し読みにくかったかな、選びにくかったかなという感じはしますが、ただ、まあ、あのレベルとしてはそんなに高くない、難しくはなかったと思いますね。えー、と29、30は大丈夫だったと。 と思うんでですすがが、まあ、31番が少しし迷ったかもしれないですね、えー、正解は4番なんですが、この4番に含まれる TRAIDA4B、ね、の形で使われているんですが、この意味がもしかしたらちょっと取りづらかったかもしれないですね。まあ、そうするとこう3番が迷いそうな選択肢かなというところです。 とということで空所補充問題、この2台とも比較的優しめの方ですね。でまあ、中でちょっと気になるのは31番がえ答えにくかったかなというくらいです。はいでは、題本の3番ですね、えー。最初の8ページ、9ページのところですが、えバイオ・パイラシーですね。はい、これももう、英検らしい出題だったと思います。えー、レベル的にもね、えー、単語のレベルなんかも同じですね。 でこれについては、まあ、決して本文がすごく優しいとかではないです。もちろん英検一級のレベルなんですが、えー、説問の方はあ結構選びやすいかなと思いますね。というのは、あの正解の選択肢があって。 で、それ以外の3つの選択肢がかなり遠い感じなんですよね。ですから、まあ、本当に正確に読め,読めていなくても、まあ、大体に読めていれば、なんか正解にたどり着けてしまうかなという感じはしましたね。これについては。バイオパイラシーはね。で、次もあの同じような感じだと思います。太陽系の話ですね。10ページの方です。The Early Solar System ですね。宇宙の話も以前から。 英研究ではよく出題されていましたね。で今回もねすごい壮大な話で面白かったんですけれどもさっきのに比べるとバイオパイラシーの方に比べるとこちらの方が少し選択肢が、まあ、特に37番が、まあ、ちょっと引っかかったかもしれないですね。うん、35番36番はそんなでもないです。まあ大体に読めていれば選べたかと思うんですが37番はまずえー 問題文が説問にインファーが含まれているというのがね、まあ、ちょっとこれどういうことを、ね、あのインファーするのかなというのを考えないといけなかった。それから正解が2番なんですが、この2番の選択肢、仮定法,仮定法の過去完了なんですよね。だからこのあたりも少し選択肢が読みにくかったかなという気はしますね。まあ、ただこの最初の2台に関しては普通の。 ねえー、通常レベルで説問の、えー、問い方も同じだったかなと、はいで。最後の長いものですね、12ページ、13ページです。これがアイルランドの,あの武装蜂起の、ね、話で、まあ、歴史ものが、ね、来たんですけれども、えー、これは、えー、最初、昨日の夜中にね、すごい疲れているとき、もう眠いときに最初読んだんですね、そうしたらちょっと読みにくいかなと思いました。 ですが、まあ、今朝あの改めて朝起きて読んでみたら、まあ、そんなことはなかったですね。だから、まあ、試験場で受験された方は、これを最後に読んだら大変だったのかもしれないです。でも、まあ、普通のコンディションで読めば、えー、本文自体はそこまで、まあ、普通のレベルですね。で、これまで出された歴史ものに比べると、えー、登場人物がわりと少ないんですよね。で、そんな出来事もあんまり複雑ではないので、通常の歴史ものよりはストレートフォワードだったかなという感じは、えー、私は。 持ちましたね、はい、ただし、説問に関しては今までのその前の2台に比べるとこちらの方が選びにくいものがあったかなと思います。だから本文はそこまで難しくなかったですけれども、説問がちょっとひねってたというか凝ってたというようなね、感じがしましたね、えーと。38番はそんなでもないです。38番は大丈夫ですね。で、39番、これが2番が正解なんですが。 39番の2番が正解ですが、The Rebels failed to secure important strategic sites. このあたりが本文の言い換えになっています。で、明らかに本文のここを言い換えているんだなというのはわかるんですが、その言い換えがちょっと凝ってるというか、言い換えが見つけにくかったのかなと思います。この failed to secure とか、あとは strategic sites というのがあ、ここを指してるんだなというのを見つけるのが、通常よりも難しかったかなと思いましたね。 それから40番ですね。これは4番が正解なんですが、まあ、ちょっと2番が過するっていうか、2番と迷いそうな感じ。それから41番の問題は、2番が正解なんですが、ちょっと3番が迷いそうな感じかなと。ですから、えー、先ほどお話しした最初のバイオパイラシーとか、あとは太陽系の話、こちらはかなり正解の不正解の選択肢が遠い。 もう絶対これだっていうのが、ね、あったんですけれども、まあ、40番41番あたりはちょっと迷うような選択肢が作られていたかなという、ね、印象ですね。だからそういうい意味ではこのの歴史ものが あまあ、ちょっと引っかかった方がねだからこれを最後にやるとあ今回は内容1問題難しかったっていうすごくそういうあの印象感想を持ってしまうかもしれないなというふうに思いましたねただ、まあ、全体からお話ししますと最初に、えー、申し上げたようにいつもと同じレベルだなと、ね、特に優しいとか特に簡単だというのは、ね、なかったかと思いますねでここまでお話しして、えー、皆さんこれ何か気づいたことありますか正解の選択肢なんですが えと大門の2番、大門の3番、全部の中で1番が正解というのが一つもなかったんですね。これはびっくりしました。まあ、前代未聞なんじゃないかなと思います。1番が正解がないんです。だから、えー、大門の2番は6問ですよね、全部で6問。大門の3番は10問で、えー、2番、3番で合わせて16問あるんですね。だから、普通の割合でいけば、獅子16、4問ぐらい、1番の正解があっても良さそうなんですが、1問もなかったというのは驚きでした。 まあ、たまたまなのか、まあ、たまたまなんだと思いますけれどもだからもし試験場で受けられた皆さん一番の選択肢がないなと思って、ね、迷った時にはもうそろそろ一番が出てくるかなと思ってね一番つけてしまったという方がいらっしゃるかもしれませんが今回は一番の正解がなしということでしたね。 はい。では、えー、この題問2番、3番についての感想はここで終わりにいたします。ご視聴ありがとうございました。他のパートについても感想動画を作っていますので、よろしければご覧ください。